タスク水県、タスク水県、富水県は、中華人民共和国厚生地湾族自治区高し差しに位置する県。厚生地湾族自治区の南西部にあり、高し差しの東部に位置し、南寧市から約4 5トル県内、高し差しから約7 6トル、 頼む所一遊儀関から約1 5 0トル、傍城孔市から約1 6 0トル、ベトナムハノイから約3 0 0トルの距離。タスク水圏の西部は高志佐市甲州区と接している。北部は南寧市高志安県、東部と北東部は南寧市江南区と接し、南部は傍城孔市城重江県、南西部は高志佐市、根井明県と接する。タスク水県の中心部は、 新年鎮のタスク水駅周辺に住宅地や商店街が立ち並び調整地域における人口、商業の場となっている。タスク水県は左高沿いの低地と南部大地からなり、南部四方霊のつぼみ園大山、標高834.5メートルは県内の最高峰。水田は北西部のカレー、イ、イキュート南部の六島、ナコウ、イタホに広がっており、 二十歳帯は、竜頭鏡、東門鎮ンンの各タスクと、ジキョウ・キョウハジムチンのお葬、鏡、巻、国の平坦部に位置し、比較的農業に適している。農業は、佐藤木ビを中心に発展した。タスク水圏は亜熱帯地域に位置し、春の平均気温は、摂氏15.5度。 夏の平均気温は摂氏22度、年間平均気温は摂氏21.9度前後、年間降水量は約1270ミ、mm、リメートル前後。夏場は市内の中では特に気温が上がり、猛暑日になる日も珍しくない。一方、冬場は高し差し波に温暖で気温が氷点下になることはほとんどなく、雪が降ることは非常に珍しい。またトマト、大地、 オレンジ、マンゴー、バナナ、スイカ、メロンなど亜熱帯地域の気候に適した野菜や果物が栽培されている。古来、ワ湾族人の住む地であり、東大の前に西原番地に属した。東大上岸十年に霊南西道管轄の厳州である鹿児州が設置され、州庁所在地が現在のタスク水新銘地に置かれた。 天保742年から756年初頭には加護州がタスク水軍に解消された。大歴6年771年に霊南道の安南と五府が管轄する機微に支払州が設置された。総大公有5年1053年に地湾族の歴史における民族英雄である和シサ高の起義が失敗した後に総王朝により高山基地に 栄光圏が設置され、元木びかご州の地に、竹はじむ圏が設置され、元らかご県の地に、木び中州が設置され、州の管轄とされた。タスク水は、竹はじむ圏の管轄に属し、現代まで沿い重ねされた。秋夜初期には、竹はじむ圏が、竹はじむ、か砂う、すなみず、く四つのに分かれて、火星年間、五百二十二年から五百六十六年に、 竹はじむ、かよう、すなみの4が、竹はじむ、かよう、すなみの4とに改変。高吉6年、1572年に、竹はじむ、かよう、すなみの4とと、除野義県の一部が合併して、新年州が設置され、タスク水は、その管轄に置かれた。新大は、基本的に、秋代の行政区画を踏襲した。 タスク水の森林面積は9.23万エーカーがあり、県全体の40.12%を占める。県内では国家保護されている貴重な植物であるゴールデンカメリア、学名カメリア日島がある。タスク水県の鉱物種は非常に豊富で、石炭、鉄、マンガン、アルミニウム、亜鉛、コバルト、ニッケル、宝海石、石灰石、重昇石、 水晶、大理石など20種類以上の鉱山資源がある。タスク水圏の山鎮では、1973年に1.3億年前の恐竜の化石が発掘された。これらは、世界有数の竜脚類恐竜の化石であり、中国では、恐竜化石の里として知られている。主な産業、砂糖をきび栽培、サイザルアサ栽培、砂糖業、サイザルアサ加工業、 セメント業と工業。砂糖キビ栽培は1990年代に始まり、現在は高地面積の2、3を砂糖キビ栽培が占め、栽培農家数、栽培面積、生産量とも中国の最大。現在のサイザル朝栽培面積は約12万エーカーがあり、世界のサイザル朝栽培総面積の約1、3を占める。タスク水県内では、 普段東和講市と東門、南花講市の二つの大きな製糖会社があり、毎年恒例の砂糖きび原料産量は500万トンに達し、産頭量は66万トンである。初頭の砂糖と呼ばれている。県内では2社のサイザルアサ製品加工企業があり、サイザルアサ製品は6000トンに達し、現在は中国最大規模のサイザルアサの生産加工基地を建設している。 県内では年間のセメント生産量は500万トンに達し、中国の南西部のセメント、建材の生産基地となっている。主に石炭を生産している。今日ハジムチン、巨球ン、東モンチン、柳橋チンや中東チン北部には広大な農地が広がる。サトウキビやサイザルアサなどの型作が中心だが、落花生、キャッサバ、スイカ、黒川糖岩、 竜岩、大地、バナナ、マンゴーなどの野菜、果樹栽培も盛んで、黒川東岩の栽培では、厚生最大の栽培と加工基地である。地元の農家の副業として、主に亀、亀や蛇を養殖している。タスク水県の民族文化としては、チワン族中心である。県内のチワン族人は、歴史が長く素朴で多彩な民間歌謡を保存してきている。 その民謡は民間の習俗と関係があり、内容が豊富多彩で原始的な特徴を作り上げた。チワン族民謡は交際、宣伝、教育、娯楽等の役割以外にも歴史的価値、学術的価値、芸術的価値、実用的価値があり、それはチワン族のはるか昔の歌謡文化遺産である。その中で特にラインチワンの民族文化は際立った特色を持つ。 蘭一湾は、全身愛称族が有名で、厚生一湾族自治区の各県に分布しているが、タスク水県内では、主に盆郷の両島東日村に居住している。毎年恒例の旧暦3月3日、3月3日は、母産の後、多くの蘭一湾族人々が着飾って、歌坂広場で歌を歌い上げる、祭典、仮説、仮説が行われ、男、女間で即興の歌を歌い、 愛情を伝え合うという風習があり、民族舞踊や歌合戦などを披露するイベントも行われている。結婚の習俗や儀礼は国一湾と同じだが、嫁入りの際にも親族による歌の掛け合いが行われる習慣がある。また、1980年代頃まで結婚しても子供が授かるまで嫁と夫が数年間別居を続け、フラク夫屋の習慣があった。 主な祭日は、春節、厳祥節、単語節、中元節、中秋節、徴用節など漢族、地湾族共有の民族伝統的祭日がある。その他、地湾族の祭日は、旧暦2月2日の土地交際、旧暦の3月3日のお墓参り祭りや3月、三加節、旧暦4月8日の麦熱節、旧暦8月8日の秋祭り、旧暦7月14の、 鬼節、旧暦10月の収穫説が重視される。タスク水圏の食文化としては、米食中心であるが、一年を通じて野菜が取れる、環境にあり、白菜、ウリ類、豆類などの野菜を多く食べる。チワン族農家は、自宅で豚、鶏、ガチョウなどを飼育して、食用とし、一部には犬食文化やヤギの料理もあるが、草食で濃厚に必要な水牛は一般に食べない、 風習を持つ。県内の地湾族人、春節、三月三、朝陽節の晴れの料理としては、内臓を取って、生姜を入れた鶏を、丸ごと煮る白山鶏が、一般的である。姑チャ東門鶏、新しい安市場久しいちご、タスク水さつまいも、餅、リューズ焼きいノシシ巨球赤ウリコ、カボチャの種、竜洲白餅、竜洲納豆、リューズクロラン。 大鳥走行舞、小カボチャ、巨球良好、み密に近い、新霊黒川笠陶器など、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。